クロワークス。はい、どうもクロワークスです。ということで、多分逆光で顔映ってないでしょ。はい、朝日が眩しいスグル代表でございます。おはようございます。ということで、今回はタコ町の動画企画ということでですね、こちら見てください、一面水田。はい、ということで、当時のスグル代表グダグダ喋っているので、ここからオープニングトークもアフレコのスグル代表が代行させていただきます。ということで、皆さんおはようございます、こんばんは、こんにちは、アフレコのスグル代表でございます。どうぞよろしくお願いします。ということで、これね、この動画、結論から申し上げますと、こちらの動画はただひたすら、草刈りをしている動画でございます。なのでね、何か面白い展開を期待される方に関しましてはですね、もしかしたらご期待に添えないかもしれませんが、その代わりといってはなんですが、アフレコ多めでこちらの動画をお届けしようと思います。皆様にね、お伝えしたいことなんかいくつかありますんで、そんなことを喋りながら動画を進めてまいりますので、草刈り映像なんか見たくねえよなんていう方に関しましてはですね、私のアフレコに耳を傾けていただきながら動画を視聴していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、もう早速ね、草刈りが始まります。今回も背負いタイプの草刈り機使わせてもらっております。これね、何度かもう草刈りを、この刈払機をね、使わせてもらったっていうことで、だいぶ使い方は慣れてきてはいると思います。こんな感じでね、前公開した動画でも言ってましたけど、ちょっと高いところ、背の高いところでエンジンをかけて、自分がしゃがみ込んで背負うようにした方が楽だよっていう、そういうものらしいです。はい、なんでこんな感じでエンジンをかけております。ちなみにね、この動画、編集しているこのアフレコを入れている時点で、こちらの水田、米作りに関しましては、もうすでに稲刈りの動画を撮影させていただいて、その新米を美味しくいただいている動画までも撮影が終わっております。なんでね、こちらの動画の公開も進めていかなければいけないし、もうすでに撮影済みの動画ね、もうシーズン終わっちゃいますから、どん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 編集していかなきゃいけないな、公開しなきゃいけないな、なんていうふうに思っておりながらですね、編集しているところなんですが、その稲刈りの動画とか新米が美味しく食べてる動画を全て投稿し終えると、実はですね、クロワークス、田植えから、こちらのね、こういう草刈りから稲刈りから新米が出来上がるまでっていうことで、千葉県香取郡多古町の幻のお米、多古米ですね、こちらの田植えから稲刈り、そして美味しく食べるまでの一連の動画がシーズン通して出来上がったことになります。そのね、動画、田植えをしている動画なんかに関しましては、下の概要欄ご覧ください。再生リストをね、作っておきますので、その再生リストの動画見ていただければと思います。それね、1年通してそういうようなことができるっていう動画をなぜ撮ったか、それはね、僕が千葉県香取郡多古町、ここにね、クロワークスベースというものを構えさせていただいて活動をするからというのはもちろんなんですけれども、これね、新型コロナウイルス感染症対策っていうところが少し落ち着いたらやりたいことがあるんですよ。というのも、田植えから稲刈りから新米ができてみんなで美味しく食べるまでを、これイベント化していきたいんですよね。要は、お米作り体験っていうのができるような環境を作っていきたいなと思っております。これはね、クロワークスの視聴者さんだけじゃなくても、お米作りっていうのを年間通して体験してもらってね、もう手植えですよ、もう素足で、水田に入っていって手植えを経験し、出来上がったね、稲を手刈りっていうのも経験し、そこで自分たちが買ったお米を美味しく食べられる、場合によっては皆様のご家庭にお持ち帰りいただけるっていうような、年間を通したお米作りの体験、これなんかがね、皆さんにしていただける環境が私スグル代表で作れたら面白いなーなんていうふうにマジで思ってるんですよ。なんでね、千葉県香取郡多古町にクロワークスベースができてから1年半、私スグル代表もここ 1,2 ヶ月で本格的に活動を強めていこうとやっている中でですね、何かできることはないかっていう模索するうちの一つとして、そこのね、
お米作り体験っていうのを年間通して何か皆様に提供することができないかっていうのも考えていたりもします。なんでね、この動画を見ていてお米作り体験したいとか、素足でね、田んぼに入って田植えを経験してみたいとか、自分で手刈りを経験してみたいとか、そういうような方とか、幻のお米タコ米の新米をぜひ食してみたいと、そういう方がいらっしゃいましたら、クロワークスのですね、公式 LINE なんかで私スグル代表に問い合わせをしていただければ、リアルタイムのですね、その状況様子、そのね実情なんていうところをお伝えした上で、何か一緒にできることとか体験していただけることがあるかもしれません。そういったところも踏まえて今後活動していこうなんて今思っておりますので、気になる方はですね、下の概要欄、こちらにある、クロワークスの公式 LINE、 こちらの方からですね、私スグル代表にお声掛けいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。あとはね、おそらくこの次の動画とかで稲刈りの動画がどこかでどっかのタイミングで公開になると思うんですけれども、おそらく今ね、クロワークスがやっている有料会員制度の、クロワークスメンバーズさんには、お米お譲りできるような環境できていると思います。もしかしたらクロワークスメンバーズさん以外の方にもお米をお譲りできるようになると思います。あの幻のお米、伝説のって言ったらおかしいな、幻のお米、タコ米をですね、皆様に、お譲りすることができると思います。そちらのね内容に関しましては、この次のあたりに、どっかのタイミングで出てくる、お米作りの動画を楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで全て刈り終わりました。これ、ね、以前の動画で出したあのベースの草刈りの時よりも草がね細くて背の低い柔らかい草だったんで、めちゃめちゃイージーに刈ることができました。いやー、こんな感じでめちゃめちゃ景色がいいでございますよ。うぃー、ということで見渡す限りの田園風景、やっぱ気持ちいいですね。たまりません。はい、ということでもうね、暑くてしょうがねえからメガネも外しちゃいましたが、こんな感じで草刈りさせていただきました。いや、朝のね暑くなる前にサクッとやってしまうのがやっぱ一番ねいいんだなっていうのがね分かりました。前回のベースの草刈りね、一番暑い時から始めて夕方までやったんですけど、マジでヘロヘロになったんで、はい、こんな感じでね、僕ができることなんかビビたるもんだし、知識とかね技術があるわけではないんですけれども、あの僕のできる範囲でこうやってお手伝いをさせていただいてですね、何か新しいことができないかとか、何かお力添えできることがないかっていうんでね、少しずつ模索しながら活動していこうと思います。そしてね、これトレーラーお借りすることができたおかげで、クロワークス号初号機ネオちゃんとね一緒にこういう作業にも出やすくなりました。こちらのねトレーラーを貸していただいているフォレストオートファクトリーのともり社長、本当にありがとうございます。これでねタコ町中練り歩いてですね、あの車はなんだっていうふうにね言ってもらえるように動いて回ろうと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで今回はですねタコ町シリーズということで動画を撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。またツイッター、インスタグラム、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いします。あとはねクロワークスね、最近2拠点生活ということで、埼玉県とこちらの千葉県香取郡多古町行ったり来たりしながら生活をしております。千葉県香取郡多古町にね拠点があるクロワークスベースの活動等々に関しましては、もう少しね深掘りした内容をクロワークスメンバーズというところで報告してたりもします。なんでね、気になる方がいらっしゃいましたら、下の概要欄にクロワークスメンバーズのリンクも貼っておきますので、まずはねどんなもんかなっていうんで軽く覗いていただければと思いますんで、興味がある方はよろしくお願いします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。